本日にホームランの大谷の海外ファンの反応。現地6月27日、エンジェルスの大谷翔平は本拠地でのホワイトソックス戦に2番、投手兼 DH でスタメン出場。投げては7回途中2安打無失点10奪三振で今季7勝目。投げては27、28号ソロを含む3打数3安打1四球と、二刀流で圧巻のパフォーマンスを見せた。伝説の夜は初回の先制ソロから始まった。真ん中のフォーシームをまるで打撃練習のような完璧な当たりで捉えた。打球はぐんぐん伸びてライトスタンドへぐさりと突き刺さり、まずは27号で自らを援護。月間12本目の量産で、カブトパフォーマンスは水原一平通訳に譲る余裕ぶりだった。7回起死で何らかのアクシデントが生じたのか、今季初めてイニング途中で降板したものの、バッティングには全く影響はなかった。直後の第4打席、今度はアウトローのスプリッターをすくい上げた。一瞬外野フライに思えた当たりはぐんぐん伸びて、逆方向の左中間スタンドへ突進。エンジェルスはまさに大谷の一人舞台で4対2で勝利。これは間違いなく史上最高の選手による史上最高のゲームだ。これ以上の勝率をゲームに追加した選手がいただろうか。一体何が起こっているんだ。マウンドで10回以上の K を記録し、1試合に2本以上のホームランを打った選手がいただろうか。史上最強、地球上で最もエキサイティングなアスリート、野球をプレーする最高の選手、こいつは人間じゃない。彼がトラウトを平凡な男に見せている。もう MVP トロフィーをあげればいい。課題評価、ホワイトソックスはリトルリーグのチームだ。よくてオールスターのボーダーライン、むしろ過小評価されている。彼は MLB 史上最高のシーズンを送っている。翔平が特別なのはピッチャーでもあるので、ピッチャーが何をし何を投げるかを知っていて、それに備えていることだと思う。ニューヨークヤンキースのレジェンドデレック・ジーターもこのように称賛している。彼が何をしてももう驚かなくなった。すごいことをやり続けている。リーグの本塁打王争いをリードし、リーグのトップ投手の一人でもある。さらにハイレベルなステージでプレーしてほしいと願っているようだ。彼はポストシーズンというステージに上がるべき。ポストシーズンはカジュアルなファンがみんな見られるからね。そういうステージに出ることが彼には必要だ。 WBC では本当に輝いていた。来年大谷翔平はおそらく5億ドルの契約金で別のチームでプレーしているだろう。この哀れなチームから出て行ってくれ翔。信じられない。早くドジャースのような本物のチームに入団してほしいものだ。アンケート、来年はドジャースにいるのだろうか。イエス 45.9%、 ノー 44.1%、 テキサン 10%。 彼がエンジェルであった最後の数ヶ月をファンたちが感謝し楽しんでくれることを願っている。ワールドシリーズのタイトルを獲得する必要があるが、もしそうしてこの調子を維持すれば、大谷翔平はベーブ・ルース、マイケル・ジョーダン、タイガー・ウッズの領域に達するだろう。 NBA 用語で説明してください。ブロック1トリプルダブル、ブロック8、スティール12、得点32。漫画のキャラクター、これは現実ではない。私たちは偉大なものを見ている。